スタートいたしました男子 200m 競走第4組。私立船橋高校の2名、内側第4レーンは山崎くん、外側第6レーンは平野くん。ただいまの1着は第6レーン、市立船橋高校の平野くん、速報タイムは22秒28、向かい風 2.5 メートルでした。